ん？何これ？え、事故物件？おお、すごい。え、これ真っ先に僕が映画絶対見に行こうと思ってたやつじゃん。で、ちょっと待って、事故物件コラボ。あのね、これね、これ本気でおすすめです。これね、もう、あのね、まあ、言ってしまった、ツーブロの僕、おついちさんがね、大好きで、てか、ツーブロさんが大好きなんですけど、その人が、まあ、リツイートされてて、なんだこれと思って、詳しく見てみたら、めっちゃ面白そうなやつで、亀梨さんだったかな？まあ、これいいよね、別にコラボだから話しちゃって。確か亀梨さんだったと思うんですけど、まあ、実際に会った芸人さんのお話で、事故物件に住んで何が起こるかっていうのを、なんかその動画にしたら、YouTube、今流行ってる YouTube とかにやったら面白いんじゃないかっていう実話を元にした、まあ、ホラー映画になるんですよ。え？これね、ぜひ見てほしい。マジで、ちょっとチェックするだけで見てほしいです。本当に面白いから。面白そうだから。僕、絶対見に行くって決めてるんですけど、マジか！え、とりあえずやってみようか。限定チャレンジのみなのかな？で、青のと復刻とありがとうございます。そっか、スキンもリセット。ガチャはいいかな。うん。うん。え、ちょ待って。これはでもチャレンジだけなのかな？でも多分新ステージっぽいのは出てるね。新ステージだけなのか。ちょっとチャレンジ見てみましょう。チャレンジ内容。はい。復刻ポセイドね。これはいいとして。事故物件、でもあれか。青ザニだけって感じかな？多分。ぽいっすね。わかんない。でも新ステージとかもあるから、そのステージに できれば当たりたい。で、ショップ。まずちょっとショップ見てみましょうと。はい、スキンが入れ替わりました。エルフ、エージェント、虫捕り少年、ゴブリン。これは動画視聴ですね。星2のキャラクターなので、まあ関係ないと。で、ライオン。ライオン。一応買っとこうかな、後で。はい、購入しときます。ドデカスキンについてはやっぱりちょっと買っておきたいので。で、ラグナロクマックスになってるでしょ？ショコラティアマいいかな、スルトもいらない、ウリエルもいいかな、オリオン、織田信長、デーモン、なるほどね。なるほど。ノブリンでも持ってないから、まあ、ワンチャンかなっていう感じかな。まあ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 、そこはね、あれだと思いますので。で、事故物件コラボ、まあ、でも、別にあれか、限定チャレンジ開催だからね。ただ、ステージが、怖い間取り？事故物件コラボ出現。ちょっとここは気になる。で、青の塔ですね。はい。で、また1階からと。まあ、スキップはできると思うんで、で、まあ、復刻になっちゃったかっていう感じかな。まあ、できれば新ステージが良かったけど、まあ、そんなあんま言えないかな。うん。ということで、じゃあ、事故物件のステージ、ちょっと当たるまでなんとか頑張って、とりあえずまず1試合。まず1試合やるとして、事故物件の、すごいな。ほーん、ついに外部のコラボ増えてきましたね。ありがたい。これはありがたい。貞子が終わった後に事故物件と。いやー、ぜひ私にとっては、デッドバイデイアートとコラボしていただきたいんですが。まあ、海外のサイト、海外のね、まあ、ゲームなので、アレックスさんに言わないと多分ダメだと思うんですけど、まあ、だから厳しいと思うんですよ、正直。第五人格とか中国か。うん、まあ、なんか、そっち系となんか、コラボしてくれたらもっと面白いのかなと思っちゃうけどね。デッドバイデイライトだったら、ね、追いかけっこっていう意味でもいい。まあ、でも無理だよな。うん、アメリカってか、アメリカなのかな、海外、うん。まあ無理だとは思うんですけど、まあ願わくばね、もしそういうのが叶うのであれば、なんか面白そうだと思うし、まあでも一番は鬼滅の刃な気がするけど、まあでも厳しいよね。今んとこでも、コラボで、貞子と、事故物件でしょ？どっちもホラー映画来てるんだよ。ハロウィン来ないかな？マイケル・マイヤーズ。そこら辺とか、それこそジェイソンとかなんか、まあでもなんか新作来ないと無理か。なんかその、なんだろう。まあ、事故物件はね、映画で、まあ、出るので、それで多分、ま、PR のためも込めてコラボみたいな感じだと思うんですよね。でも、あれ、意外とあれですね、そのチャレンジ的には少ないというか、深夜鬼はないよね、特に。うん。で、事故物件のステージだと、青鬼がどうなるのかとかもちょっと気になる。多分、特殊な多分ステージだと思うんですよ。な、そこの時に、青鬼自体は通常の青鬼なのか、それとも、出てくるのか。ちょっとそこら辺もちょっと後で見てみようか。青鬼1のとこもやればね、シルエットが出てくるとは思うので。んで、青の塔の復刻はまあちょっとまだ、できないというか、まだちょっとね、スキップ
で、上まで行かないとちょっとできないので、でも今日実は、ですね、青の塔の、水神鬼の時に僕とあるちょっと動画を撮ったんですよ。だからそれをもしかしたら今日動画に上げるかもしれないです。だから今日、水神鬼の動画が見れるかもしれないですね。この後2時、18時かな？はい。なのでちょっとぜひ見ていただけたらなと思いますが。さあ、あれ全然生存者減ってないんだけど。さすがといったところか。さあ、私は前ここで、昨日の動画で、見られ、ああ、見つけたよ！やったー！ローラースケーリング！さあ、ガスマスで、オーケー、素晴らしい。素晴らしいと思わんかね。そして最終地点がここだと思うんでゲスが、なので私はここにいよう。そう、羨ましいね、どでか貞子くん。いいね、お母さん。ね、なんでお母さんこんなに大きいのって。なんで僕はちっちゃいの？あんたがどでかスキン当てれなかったからよ。1万5千もしたのに、1000連もしたのに。お母ちゃん、なんで、なんで僕は出なかったの？あんたの日頃の行いが悪いからよ。なんでですか？マジで。いや、本当にね、日頃の行いって大切だなって思いましたね。うん。あんだけ出ないから多分僕日頃の行いが悪いと思うんですよ。みんなにはいい子にしてね、お母さんの言うこと聞いたら、あのどでか貞子出ると思うんで、まあ、もうガチャないけど。いいことが起こると思うので、はい、僕みたいにね、なんか何も全てのことを反抗意識で持っていた人間にはならないように気をつけてくださいね。そんな反抗意識もなかったけど、ずっと野球やってただけだけど。さあ、私はここから一歩も、めっちゃいる！あ、嬉しい！ガスマシン嬉しいわね。いいね、金の貞子いっぱいいるわ。さあ、来いよ。事故物件。いや、大丈夫。これ3体重なってる。いや、違うな。2体重なってたりしない？これ。多分最終点ここなんでござる。で、ガスマスクまだ使いたくないでござるよ。なるべく使わないように。まだ使いたくない。まだ使いたくない。まだ使ったらダメ。もう使っていいかな。多分使っていい。もう使っていいんで、最悪、ガスマスク。あ、ドッキリ、食らいます。で、うわー、ローラースケで腰。ローラースケ、あれ、大丈夫。ローラースケ、ローリングステーキ。ローリングステーキじゃない。ローラースケと。ローリング、ちょっと待って、自分がどれか自分を信じて。アバカ。あー、ダメだ。仕方ない。いや、どうだ、これ。いや、負けたな。負けたわ。あー、残念。この方が1位ですね。いやー、羨ましい、ガスマスティン。さよろ。素晴らしい。まあ、ちょっと怖くて、僕が行けなかったんでね。行けなかった。じゃあ、ちょっと事故物件のステージ探しましょうか。せっかくなんでね。ちょっと当たるまで待っててください。あれ？ここ？あれ？出た！事故物件！わあ！あ、すげえすげえすげえ、事故物件だ！フォートラン？何フォートランって？何フォートランって？何フォートランって？なんか今フォートランって書いてあったよ。青鬼が出現、青鬼がなんちゃらかんちゃらって書いてあったけど。な、ちょっとごめんなさい、音量上げますね。わわ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 わここがあれなんじゃないか？え？ここが事故、ここ、要は全部が事故物件だよね。え？どこにもいないんだけど。青鬼どこだ？え？ちょっととりあえず、多分これ再現されてんだろうな。ここでなんかなんだろう、事故物件の、撮りますみたいな、動画撮りますみたいな。さあ、フォートランって来る？あれ、レア鬼が出現しましたって出た。ん？フォートラン。てか、青鬼どこ、あー、まださらに下ある。え？下行こう。何これ？あー、駐輪場だ！駐輪場に？青鬼は？青鬼どこだ？なんだこれ、広い！てか、青鬼が全然いない！何これ、毒切り、来た！あ、え？あ、違うか！あ、名前か！フォートランさんがスタートしたってことね。あはは。じゃあこれちょっと一回ごめんなさい、やられて、ちょっと全体図見たいと思います。はい。全体図を見よう。で、レア鬼って言ったけど、なんだレア鬼って。あー、クラゲなんだ。なんだこれ。これ何？やばい、血が垂れている。で、ここが？結構思って、なんだこれ。うわー、やばい。思った以上に広い。なんか、事故物件って言うからさ、狭いかなって思ったんだけど。
ここで要は青逃げすれば、あれか、あ、ヒカキンさんだ。ここはヒカキンさんと。なるほどね。ここで青逃げすれば一応、まあ、チャレンジも一応解消されると。なるほどね。まあ、でも、できればもうちょっとやり込み要素欲しかったけど、まあ、多分これは軽い PR みたいな感じなんだろうね。サダコ、コラボなのかな。まあ、コラボっちゃコラボか。まあ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 。なんかできればもうちょっとなんか自己物件に、なんか自己物件っていうのがわかる、なんだろう、見たくなるような、なんかその、欲しいですよ。ね、なんか形っていうかチャレンジとかだとさ、わかりにくいけど、その自己物件に出てくるようなキャラクターが、なんかそのスキンに出てたりとか、その鬼にしたりとかすれば、どんな、あ、こんな姿してるんだ、どんな感じなんだろうって言って見てくれると思うからな。うん。まあでも、すごいちょっと、個人的に見たい映画なので、もちろん見させていただきます。はい。ぜひ皆さんも、ね、案件とかじゃ全然ないけど、案件なんて来るわけないから。あれだけど、ぜひ、面白そう。怖いもの、ホラー好きな人はぜひ、ね、見てみてください。ということで、じゃあお疲れ様でした。多分、この後、ちょっとね、先に言っておきます。青の塔で、とある、要は、竜神鬼に、水神鬼を変化させます。はい。その動画になりますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。その撮影は、本当に少し前に、かなり前にしていますので、そこだけご了承ください。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。